山口ゆり子は、日本将棋連盟所属の女流騎士、堀口孝治七段門下、女流騎士番号は39、鳥取県東白郡三笹町出身、山秋学園高等学校を経て、白百合女子大学卒業。6歳、小学1年生の時山四段の父親に将棋を習う。その一週間後に、地元の将棋祭りで、千崎学七段に十枚落ちで教わり、 プロの凄さに感動する。この時から早くも女流騎士になることを志し、毎日将棋道場に通い詰めるようになる。そして、小学3年生の頃には天二段となり、二枚落ちでプロに教わることができるほどまで上達する。2002年、女流天め人選永久で優勝。2003年に女流騎士の育成機関である女流育成会に入会。 2005年度前期に昇級点を獲得し、2007年度後期に2度目の昇級点を獲得して2008年4月1日付で女流騎士となった。2009年3月25日、第36期女流名人遺戦の予選で勝ち、B 級、リーグ入りを果たした。それにより、女流騎士商談級規定の一級の条件を満たし、女流一級に昇級した。 2009年度、年間成績で10勝10敗と5分の成績を上げ、女流騎士商談級規定の初段の条件を満たし、2010年4月1日付で、女流初段に商談した。2016年5月25日、第43期女流名人リーグで、清水一四に勝ち、女流初段商談後60勝で、女流二段に商談した。商談、昇級規定は、 将棋の団球を参照。ありがとうございます。